まずはこの曲から。ワン、ツー、スリで、うん、休憩が真ん中あるじゃないですか、はい、うん、1日目だったかな、あの休憩してて、休憩の時私ライブの時片耳だけ耳栓をしてて、うんうん、今はしてないんですけど、うんうん、耳栓をしてることが多くて、でアコースティック用の片耳耳栓みたいなのをはめてたんですけど、はい、それを外さないと会話が結構難しくなるので、片方すごいミュートされてるから、はい、こっちで話されても聞こえないみたいになっちゃうから、うんうん、楽屋に戻ってポンって撮って、そのままステージ上がっちゃって、うん、で鹿児島さんが僕の同じのを使わせてもらってて、鹿児島さんに教えてもらったやつを使ってて、うんうんうん、それ鹿児島さんが本番直前に抜いて入っては渡してくれたのが、私反省点ですかね。忘れ物多い組なんで私たち。そう、なんか さっきもさっきだよ、本当にさっきリハ終わって、うん、その階段上がってね、ちょっとあの喫茶店でも行きましょうかなんつって、階段スタスタ上がってったら、まず2人もう一回降りてくからね、あれあれっつっておいおいおいみたいな。いやもう2人ともだったんですか。そうだよ、2人とも同じタイミングで、ああとかっつっていやいやもうお願いしますよ。週末の報道今日を触れるほどの人並みかき分けて、あなたが来る今ついたふりをする、私博物館に私を差し置いていえ、そこから鏡ヶ原、はい、航空宇宙博物館、はい、あるねなんて、はい、あるねなんて本間、ね、そうそうそう、うちのマネージャーとも言ってて、うん、いやでもなちょっと連日でここもあるし、ちょっと時間ないんじゃないですかね、初日だし ね、 あれね、諦めて後半戦の ね、 ね、うんうん、はい行ってきたんだみたいなところそうなんすよ。へー、みたいなとこ。ちょちょ、だってほら、行きたいって言ってくれたほら、あれだけど。行きたいって言ったけど、私たちほら電車じゃない。別だからね、移動が。で、ね、俺らもほら、混んだらいけないから、ちょっと早めに出たわけ。
で早く着いちゃったからあらかじめ行こうなんてこれっぽっちも思ってないですよ。そうみんなからすごいすごかったですよって、うん、なんか映像とか写真とか、うん、そうそうそうってそうだよね、すごいねなんて、うん、いやねあのねチケット買うあたりでちょっとよぎったの、これは内緒にした方がいいんじゃないかなって一瞬ちょっと、うん、チケット買うあたりでね途中でツイートしてたと思いますよ誰かが。そうでしょ、生ちゃんか平本ちゃんが、私です。あ、川島さん、あ、僕ブルーインパルス大好きなんで、もう見た瞬間に上がっちゃって、あ、それツイートして、うん、でバレるっていうね、バレるっていう、うん、でその時からちょ新幹線の中でふーん。そして食べられる、ほったかされてまたって投げられて、でも私たちあなたに従い尽くします。そろそろ遊んじゃおうかな、そっと出かけてみようかな、されて、でも私たち愛してくれとは言わないよ。あん時もさ、岐阜タンメンところまで送ってもらって、ほら僕の車4人しか乗れないんで、あの会場のねマスターが、あの月さんとマネージャーさんを岐阜タンメンのお店まで連れてってくれて、まあこっからタクシーでホテル行きますって言うから、そこまで送ってってくれて、忘れ物してさ会場にね、ね、会場に忘れ物して、もう一回マスターが届けに来たよね、岐阜タンメンとこまで。何忘れたんだっけあれ、なんだっけ、それこそ耳栓じゃなかった、これじゃない、ここピックの、あ、なんかそんな感じ、あ、そうだそうだ、まあっていうかね、何を忘れたかも忘れちゃうからまた忘れるのよね、ええ、ピック刺すやつね、ここに、そうそうそう、うん、そうそう、あの時忘れ物したね、しました。あのピックをあの刺すやつは、うん、忘れたんじゃなくて人の持って帰ったことがもうめちゃくちゃだな、私のじゃないなみたいな、そうでしょうね、ダメなのとにかく、ね、返したけど、もうじゃあそれ返してほしいですけどもう忘れ物とかもそういうの、もうね、身の回りのものちゃんとしよう二人ともです。鹿児島さん今一言みたいに聞いてたけど二人に言ってるんですよ、僕は。身の回りのものちゃんとしてくださいね。あのね、はい、あのジェットさんは知らない、何知らないと思うんですけど、うん、このタンバリンはね、うん、これ私2代目なの。それ知ってますよ俺。知ってる、そうやって、それそういう曲書いたじゃん、書いた、それ演奏したことあるもん俺。嘘だからもう本当に忘れちゃうから反省しないんだわ、そうやって。双子のタンバリンでしょ、そう、俺それ演奏をしたことあるもん僕がね、僕が多分月さんに会う前の話なんですけど、そう、そうです、そうそうそうよ、そうね、うん、あの新のぞが買ってきてくれたの。そうでしょ、タンバリン忘れちゃったって言ってやったら帰ってきますよってやってくれて、うん、何インチのタンバリン買ってきてくださいって言われた、この2代目なんです。双子でしょ、だから、はい、双子。そうでしょ、2つあるの、2ついらないじゃない、いらないじゃないじゃない、そんなの
深く深く全員